姉さんはボルテックスの顔なんだから絶対ここにいるはず。酔いつぶれてるのに誰も解放してない。誰も何も学んでないんだ。もう勘弁してよ。ヘイデンがまた絡んでる。弱いなら無理して飲まなきゃいいのに。ねえヘイデン、見ろよ、スーパーマックスがヒューアを守りに参上だ。姉さんも見てない？悪い、ちょっとやりすぎたみたいでさ、頭回らないんだわ。とりあえずバックスの隣に座りたい。うん、姉さんを探してるだけだから。俺も姉さんを待ってんだよね。さっき仕入れを頼んだところでさ、マックスさ、せっかく来たんだから行きな。今そんな気分じゃない。それで誰か姉さんを見てないの？そこら辺にいるやつに聞いてみれば。それともやった、隣に座りたくねって。ビクトリアはどこ？さあ、自分で探してくれよ。これはほら、今いいところ。ほどほどにしておいた方がいいよ。なんだよ、しらけるな。人生楽しまなくちゃ損だろ。せっかくマックスとデーナがパーティーに来たって喜んでたのに説教するだけだよ。マドソンじゃねえんだ。前のパーティーでケイトに起きたこと忘れたの？姉さんには気をつけてね。俺には関係ないね。じゃあな、友人。いかにもボルテックスガールって感じ。マックスじゃん、よく来たね。テイラー、姉さんを見なかった？うん、正直会いたくない。最近なんか怖いし。ビクトリアなら知ってるかな。ビクトリアも姉さんを怖がってるよ。ううん、全然。ビクトリアは姉さんと仲がいいからね。兄弟以上っていうか、絆が深いっていうか。なのにボルテックスクラブに入りたかったの？私はただ家を出ていい学校に入りたかっただけ。勉強したり友達とパーティーに行ったり。でもヘイトに出ない。
間違いに気づいたの？ケイトは前のパーティーでネイサンに薬を盛られたの。テイラーも今夜は何も飲まない方がいいよ。大丈夫、ネイサンがいるときは気をつけてるから。何されるか分かったもんじゃないし。そう、じゃあ私もう行かなくちゃ。気をつけてね、テイラー。お母さんによろしく。ありがとう。今はもうだいぶ具合良くなったんだ。心配してくれて嬉しいよ。この曲が終わったらまた話そう。飲みすぎた人の役に立ったりして。お菓子だけ？ボルテックスクラブにしてはケチだな。ボルテックスの VIP バー、お酒出してる。やだな。姉さんの次のターゲットはビクトリア。教えてあげるべき。ああ、すげえいい写真だった。おい、そりゃねえだろ。お前らはよ。ローガン、いい感じになるどころかダンスの相手も見つからないと思うよ。女王蜂発見。ローガン、ちょっと話があるんだけど。マックスか、いいぜ。でもその前に一緒に踊れよ。いや、いい。姉さんを見てない？なんだよ、ビクトリアもテイラーも断りやがるしよ。お前姉さんに会いたいのか？なんで？いいから教えて。金目当てならあいつの親父を狙った方がいいぜ。このクラブの資金源だしな。 VIP ラウンジ様々だ。ただのプールでしょ。で、姉さんは見てないの？ビクトリアに聞けよ。あいつなら知ってるだろう。なあ、なんでそっつめてんだよ。お前イケてるしさ、たまには話でもしようぜ。何を話すっていうの？ビッグフットの次の試合のこととかさ。お前も見に来いよ。そしたら俺お前にタッチダウン決めてやるぜ。ローガン、本当に怒るよ。ああ、なんか驚きも失せちまった。じゃあな、マックス。ちょっと、なんであんたがここにいるわけ？私、ゲストなんだけど。ありえない。ちょっと黙ってて。今は無駄話してる場合じゃないの。言うじゃない。私が一度謝ったからって調子に乗らないでよ。そんなこと、どうだっていい。つい先日、ケイトが自殺しようとしたんだよ。ここにいる全員の目の前で。私のせいじゃないわ。こっちに文句言わないでよね。本当に許せないのは姉さん。でも助けようとしなかった全員にも責任がある。ケイトははしゃいでるようにしか見えなかったの。私にどうしろって言うのよ。非を認めないつもり？なら言うけど、姉さんのことを心配している人だって私だけじゃない。あなたは彼を学校から追い出せて満足だろうけどね。話をすり替えるのはよして。あのね、私は普通の学生なの。成人君子でも何でもない。写真家になって有名になりたいだけ。私、ビクトリアの写真すごいと思う。人を押しのける必要ないよ。甘いわね。親がギャラリーを持ってるからわかるのよ。人を蹴落とさなきゃ勝てない世界なの。そんなことする必要ないよ。ジェファソン先生は有名だけど、そんなこと言ってなかったじゃない。まあね。でもありがとう、また褒めてくれて。私すぐ自信なくしちゃうから。私だってそう。でも結局自分次第だと思う。そうは思えないけど、言いたいことはわかるよ。ねえ、私たちって友達になれないのかな？友達でいいじゃない。お互い写真家を目指してるし、変わり者で見栄っ張りだし、わだかまりを忘れて付き合えばうまくやれるよ。そう思ったこともあった。私の写真をアベドンっぽいって言った時に。ま、すぐ正気に戻ったけど。もったいないな。きっ
と素敵な友達になれたよ。うん、そうかもね。きっとそうだよ。マックス、ボルテックスに入る気ない？まだ間に合うよ。本当、間に合うといいんだけどね。どういう意味？聞いて、あなたの身が危ないの。ビクトリアが姉さんと仲いいのは知ってるけど、あんな危険なやつ信用しちゃダメ。姉さんはね、ケイトに薬を持っただけじゃなくて、その後怪しい場所に連れ込んだんだよ。は？そんなわけないじゃん。どうして姉さんがそんなことを？まだわからない。でもケイトを見たでしょ。そして次はビクトリアが狙われてる。バカバカしい。姉さんは私の一番の友達なんだけど、ちょっとした問題は起こすけど、それだって彼のせいじゃない。全部あのろくでもない親が原因よ。ちょっとどころじゃないよ。全然ちょっとじゃない。私のことは嫌ってもいいけど、この話は信じて。確かに私がペンキをかぶった時、マックスはバカにしなかった。私、マックスのこと嫌いじゃないよ。ちょっと変わり者だけどね。私、きっと嫉妬してるんだと思う。マックスと違って、人の考えを気にせずにいられないから。本当はね、私も最近の姉さんが怖いの。今日は見かけてないけど。とにかく、姉さんには近づかないで。それと、絶対一人にならないように。今回は言うこと聞いてあげる。今夜は他の子たちと一緒にいるようにするから。心配してくれてありがとう。でもその話が本当ならあなたも気をつけて。私は大丈夫。あと、もし何かあったらメールして。うん、ありがとうビクトリア。じゃあね。ビクトリアと私にも望みがあるのかも。忠告してよかった。無事でいてね。ねえ、トレバーと末永く幸せに。私のパパより下手じゃない。よし、それじゃあ、こっちはどうだ？すごいすごい。今度はいいじゃん。じゃあ、今度はポッピーだ。VIP ラウンジでも踊りがダサけりゃ意味ないのに。マックスじゃない。来るつもりだったなら言ってよ。一緒に服選んであげたのに。ちょっとそれどころじゃなくてね。レナ、姉さんを見かけなかった？ううん、トレバーと踊ってたからね。マックスも来なよ。それにトレバーのダンスひどくない？すごく仲良さそうだね。まあね、彼はローガンとは大違い。将来の話もできるし、私のことも考えてくれる。そっか。でも姉さんには近づかないでね、お願い。近づくつもりもないけど。しかし姉さんもかわいそうだよね。家族のこととか大変そうだし。彼のお父さんについて何か知ってる？金持ちだってことくらいしか。姉さんは嫌ってるみたいね。あの家族もそうだけど、このクラブもいろいろおかしいよ。レーナもそう思うのね。別に友達と遊ぶのにクラブなんていらないし、トレバーたちと一緒にいるのも楽しいしね。もういいかなって。そっか、トレバーと楽しめてるみたいでよかった。でもね、彼ったらほんとダンス下手で。うわ、ひどっ。ボルテックスクラブではやりたい放題じゃん。うん、ジュリエットがボルテックスクラブをカルトに例えてたけど、あながち間違ってないかも。本当にひどいもの。レーナもそう。
別に。有名 DJ を雇ったんだ。これ誰が立てまして、こんな時にパーティーなんて。ああ、姉さんってマジでどうかしてるよな。全てを壊して台無しにしてやりたい。ザック、ジュリエットを傷つけたら絶対許さないからね。ザックとよりを戻したんだ。リベンジポルノとかされなきゃいいけど。ケイトは自殺未遂、レイチェルは死んだ。人殺しクラブへようこそ。セレブ気取りでいい気になって、他人のことなんてどうでもいい。もし今竜巻が来てくれたら、私ただ座って見てるよ。でもクロエをほっとくわけにはいかない。こんな気持ち嫌だ。怒りと悲しみしかない。姉さんは見つかってないみたい。クロエ、姉さんはここにはいないみたい。誰も見てないって。上も調べたけど、いなかった。ああ、もう。ということはきっと寮だね。急ごう、終わりにするんだ。マックス、来てたのか。ああ、ジェファソン先生。二人とも何かあったのか。思い詰めた表情をしてるが。あの、ちょっと姉さんを探してたんです。いつ姉さんと友達になったの？彼とは午後に会ったきりだ。かなり興奮してた。ケイトの一件以来、まあずっとあんな感じだ。ええ、確かに。また後で話そう。これからコンテストの優勝者を発表しなきゃいけない。君も参加してくれればよかった。今後に期待してるよ。はい、頑張ります。では失礼するよ。急がないと。行くぞ、マックス。それでは皆さん。ジェファソン先生。はいはい、分かったから静かに。パーティーの邪魔をして申し訳ないが、日常ヒーローコンテストの優勝者発表に移ってもいい？その前に、まずは参加者全員、そして参加しようと考えてくれたみんなに礼を言いたい。ジェファソン先生、素敵！自分の作品を世に出す。これはアーティストを目指す上で最も大切なステップだ。そして君たちはこの学校とその理念を体現してくれた。僕にとっては君たち全員がヒーローだ。では発表しよう。優勝者は、おっと、なんとビクトリア・チェイス君だ。ありがとうございます、ジェファソン先生。私がブラックウェルに入ったきっかけは、先生の作品に感銘を受けたからです。これからもそのお名前に恥じない作品作りを続けていきたいと思っています。それからもう一つ、
私はこの賞をケイト・マーシュに捧げたいと思います。彼女こそ本物のブラックウェルのヒーローです。一日も早い回復を願ってます。以上です。調子に乗らないでよ。誰もの予想通りビクトリアが優勝か。まさか先生を脅迫してたなんて信じられるよね。どうでもいい、リーチェルが生き返るわけじゃない。それよりネイサンだ。分かってる、寮を探してみよう。